李克強死んだでしょ、はい、あれ暗殺ですかね、あれねえ、なんか、うん、突然でしょ、まあ、でもそうです、なんか療養してたら今の中国だと、うん、まあ、あれだけの金持ちだと、うん、権力者だと、うん、すごいいろんな医療のやり方なんかもあるじゃないですか、うんうん、だから突然死んだと思いましたけど、うん、やっぱり習近平のそうあれかという感じが、最近習近平粛清したりさ、はい、また新たにやってますからね、うん、そうですね、うん、あのなんかすごいですよね、すごいよ、あのやり方が、うん、外務大臣、はい、防衛大臣いきなりクビにするみたいなもんですからね、はい、そうですしかもなんかね、あの急に辞めさせられるみたいな、わかんないですよ、ばっかりでわからないですよね、だから、うん、あれはなんか早くまあ、崩壊して、うん、当時どんなんだったかっていう情報が出てきたら知りたいですよね、知りたいね、はい、裏を、はい、知りたいね、うん、習近平政権の内幕みたいな知りたいね、はい、もう間に合わないけどね俺はいや後世の人がやってほしいよな、崩壊まで見ましょうよちゃんと、崩壊もっと早くするはずだったのになかなか崩壊しないから、はい、崩壊みんな崩壊する崩壊するって言ってたのに崩壊しないからね、はい、今いよいよですよ、間に合いませんよ、台湾情勢が発揮か、もうだから三大テーマのさ、はい、小沢一郎はもうダメだった、終わりました、朝日新聞もまあ、はい、まあまあ片付きてきましたね、片付いてる、はい、中国ですよ、頑張ってるのは、はい、その三大テーマは中国困るんですよね、はい、あんまり頑張られてもね、まあ、あの韓国の方もだいぶ片付いたじゃないですか、韓国はもう、はい、慰安婦問題にしろ何しろね、今のイソヨの大統領がですね、はい、しっかりした方針出していただいてですね、はい、あのいいですよね、あの仏像の件だってね、はい、そうです、ちゃんと日本の権利を認めてると、うん、はい、いいです、なのであと中国ですよ、中国ですよ、はい、やりましょうよ、間に合わないよ、はい、それでね、はい、まあ今週の一番話題になったのはあれですね、あの、はい、週刊文春の文部科学政務官、はい、これね、県復興大臣政務官、はい、山田太郎、有村架純に美女とラブホ売春、回春って、はいはい、スクープ殺っていうのをやられてまして、はい、これもう、岸田さんはすぐクビにしちゃいましたからね、そうですね、うん、早かった、これは正しいでしょうね、うん、はい、さっさと、まあ、こういう時はさっさとやった方がいいんですよ、ずるずる引きずったって、はい、くだらんこと言われるだけですから、はい、なかなかね、真面目に子ども家庭庁なんかも作ってた真面目な人らしいんですけど、取材される時にはね、はい、10月19日の召集日前の召集日前日の夜どこに国会召集会、木曜日ちょっと待ってください、木曜日ねちょっと待ってください、ちょっとわからないんですけど、うん、P というラボに3時間ほどいませんでしたが、あ、ご記憶にありますか、いやないですけど、動揺しているのか荒い鼻息が伝わってくる、性行為を伴うパパ活でお金を払っている、え、そんなことないですよ、ないと思います、車で女性を送ったのは記憶されている、あ、はい、どんな関係、面倒を見ていた人です、お金を渡してる、いやお金は渡してないですけども、前から相談に乗っていて、あのなんか、あの事故になっちゃった件とかクレジットカードがっていう件で知り合いからの紹介で、ラブホテルは行ってないんですけど大塚で女性から相談を受けていた、大塚のラブホテル行ってるんですけど、ね、ラブホから出てきた、それはないと思います、同じ部屋にいたがないです、ラブホテル行ってないです、ラブホテル行ってないです、天地神明に違ってラブホテル行ってない、はい行ってません言ってたんですけど、すぐ辞めちゃいました、はい、認めて、この女性もね、よくわかんないね、山田氏との関係は6年くらい前なんですけど、知り合いの紹介で最初はご飯食べたり普通に出かけたりする関係でした、ある日に肉体関係を要求された、そうですね、嫌だった、まあまあって笑ってんだよ、うん、お金もしっかり払おうからという感じで、そうです、向こうから言われた、それならまあいいかなと何なんだこの女はと私は思いますそれからは連絡が来て月1くらいで大体ホテルで会っています、話し相手が欲しいみたいで、したりしなかったり、性行為はしたりしなかったり、話を聞いてあげるとかもある、結構喋りたがり、付き合いも長くなったからうざいとこはない、まあ10万ぐらいもらってたと、うん、でこれでまああっさりその、首が飛んじゃったわけですけど、はい、別に褒められたことでもないしね、うん、やめてもあそうかっていうぐらいの話なんですけど、うん、なんかこの記事で読んでも、はい、あまり楽しくも面白くもないんだよね、これね。まあそうですね。意味があるのかなと。これでも誰がバラしたんですかね。うん、この女の人ですかね。わかりませんね。付き合い切ってもいいかなと思って。ああ。
あの言っちゃったんですかね、うん、だから誰かが言わなきゃこれまあね、はい、分かんないような話だと思うんですけど、ね、はい、なんかちょっと虚しいというかな、そうですね、もっとやることがあるんじゃないかなと、はい、文春としてはね、うん、とまあ私は思ったんですけど、そんなことないか。この人はサイバーセキュリティのデジタル担当とかもやってたりしてたんですけど、うんうんうん、これこそあの奥山さんのね、はいはいはい、関係の、うん、あのサイレントインベージョンというか、あの中国の人民解放軍 の、うん、あの国防の7校の中の北京航空大かな、はいはい、にいたんですよ、ね、ああそうなんだっけ、はい、だから、うん、ちょっと左翼側というか、うん、ちょっと、うん、特定秘密法とかも反対してたし、うん、ちょっときな臭い人だったんで、うん、まあちょっと今回、うん、まあ政務官外れたっていうのは、うん、まあ良かったなっていうふうに、うんうんね、思いますけど、うんうん、だから左側っていうかピースボードとかあっちの関係もあったんじゃないですかね、確か。こんな人をそんなにまあ手間暇かけて追っかけて、はい、クビにして、まあ、はい、週刊誌の記事としては面白いっちゃ面白いけど、まあ無駄っちゃ無駄っていうか、無駄って言った人だな、ね、はい、まあ頑張ってんだからな、週刊文春は、はい、文春法はちょっと僕としてはそんなに、まあそうですね、うん、あれで記事ではなかったけどな、はい、まあまあわかんないな、これはな。新藤大臣また出ちゃってるんですよね、だから新藤さんも出ましたけどね、はい、コンパニオンと宴会を、宴会、まあ宴会の話ですけどね、そうそう、はい、俺はそんなにあれじゃないと思うんだよね、そうそう、ただのそういうことがありましたっていうだけって、うん、悪いとかそういうんじゃないですか、そうなん